理科総合とは、2003年の高等学校、学習指導要領の施行によって新たに設置された、教科、理科の科目の一つである。理科総合科目である、理科、I、総合理科の系譜を引いており、同じく理科の総合科目である、理科基礎を履修しない場合は、理科総合 A または、理科総合 B のどちらか1科目を原則として、 履修することとなっているため、理科以来の理科総合科目の全員必修が復活した。2012年の学習指導要領改定により、2012年、入学生から同種子の科目として、科学と人間生活が設けられたため、2011年、入学生の高校卒業と同時に、理科基礎とともに科目廃止される。なお、科学と人間生活を履修する場合は、 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎の四科目のうち一科目以上を合わせて履修すればよいが、科学と人間生活を履修しない場合は、基礎の四科目のうち三科目以上を履修しなければならない。理科総合 A、理科総合 B は、それぞれ中学校理科の第一分野、第二分野に対応しており、試行前は中学校で履修していたイオン、力の合成、 文化遺伝、生物の進化、日本の天気等の学習内容が両科目に移行された。その一方、大学入試センター試験を利用する大学では、学力上位の文系学部と、ほぼ全ての理系学部が理科総合を指定しておらず、しかも理科総合の内容は、それぞれの分野の科目の基礎単元と、全く重複しているため、進む学校を中心として必修不要論が出て、 さらに理科の諸学会が理科の学習内容の学年後倒しを批判したことも相まって2012年の学習指導要領改定により理科基礎と共に廃止されることとなり理科総合 A、理科総合 B で中学校から移行された学習内容は2009年度から順次中学校へ戻す移行措置が行われることとなった。ありがとうございます。